花火師あ茶子は、大正、昭和期の漫才師、俳優である。本名、藤木徳郎。福井県勝山市出身。聖家は、大沢寺という寺院であった。幼くして、両親と共に、大阪に移り住む。父は、仏壇職人になった。移住後、あちゃこは、奉公に出るなどしていたが、遊芸に興味を持ち、1913年に15歳で、新派の、 山田九州男の一座に入って、東名高志郎と名乗り、千日前四季島クラブで初舞台を踏む。1914年、神戸の喜劇一座、鬼笑い会に入り、漫才に転校。この時、花火師あちゃこを名乗る。芸名のうち、定号の花火師は、聖火の家門が由来である。あちゃこの由来について、あちゃこが決まって説明していたのは、鬼笑い会時代に、 先輩役者から付けられたあだ名、あーちょんが転じた、というものである。幕切れに標識を打つ際にうまくいかず、先輩役者の、あ、の掛け声の合図で、ちょんと打つようになったことからついたなという。これには、異説もあり、まめな性格で、あちゃこちゃするからあちゃことなったとも、長崎県の工芸品、小賀人形の一種、あちゃさんにあちゃこの顔が酷似していたためともされる。 なお、この字がつくために、名乗り始めた頃はよく女性と間違われたという。徴兵検査を受ける頃には、奈良河原道長の中井座に在籍していた。1919年に一度だけ、横山円達と座を組み、幕合に、喋り漫才を支援するが不評に終わり、客からは、みかんの皮を投げられるほどであった。1925年、吉本工業に入社する。 1930年、当時吉本工業で総支配人の座にあった、林翔之助の勧めに従い、横山円達と再びコンビを組んだ。当時人気のあった東京六大学野球をネタにした、総計戦などの喋り漫才で人気を博す。1934年、中耳炎にかかり、入院。その間に円達は、林翔之助等との相談の上でコンビを解消する。炎達は、 杉浦絵之助と組む。退院後は、舞台では、死と愛魔王とのコンビを復活させたが、映画では引き続き円達アチャコのコンビを継続した。一方で、アチャコ劇団を旗揚げし、全国を巡業する。第二次世界大戦終結後、吉本工業は一時演芸部門から撤退自然、所属芸人との専属契約を解除するが、唯一の例外として、 専続契約継続を認められた。これは、1939年の信仰キネマによる、吉本所属芸人の引き抜き騒動の際、あちゃこも、信仰から契約金として、当時としては大金である500円をすでに受け取っていたが、林昌之助に一括されて、それを信仰に返し、吉本からも面倒を一生見ると一筆取っていたためである。 結局この契約はあちゃこが亡くなるまで継続されることになる。戦後間もない時期には、長谷川和夫の銭形平治、鳥物町など映画の時代劇等でバイプレイヤーとしても活躍している。1950年産業界のアメリカ視察団に同行、船で渡米する。同年12月11日帰国。1952年に長起はじめ原作のラジオ番組、 あちゃこ青春手帳が大ヒット作となり映画化された。あと番組であちゃこほろが物語派を枕にを経て引き続き何はちえこと共演したお父さんはお人よしが人気を博しこれも映画化された。1959年に吉本工業が演芸部門を再開させると吉本の一枚看板として吉本バラエティの初期を支えた。テレビが 日本の家庭に普及しつつあった高度成長期にめちゃくちゃでごじゃりまするがな、サイナモウのセリフで一世を風靡。1953年12月24日に1000日グランドのお年で演達と久しぶりに客の前で僕の家庭を披露。1963年には NHK で放映された漫才の歴史の番組漫才繁盛期においても披露したが、 ブランクを感じさせない名コンビぶりを発揮した。1974年7月25日、直腸岩のため死去。77歳坊津。戒名は、アチャコいインゲ、徳明放題孤児。服部トリ時前をカ歩する、横山円達と、花火師アチャコで死には、一気曲漫談の野連太郎、漫談の鶴の一声、三五郎、岡八郎、石川大輔、石川久子。 西川バナスケなどがいる。かつて実質の孫弟子、オール阪神、巨人に二代目、エンタツアチャコを継がせるという話があったが、オール阪神、巨人側が、恐れ多いと断った。孫のアチャマゴクリは、レゲエミュージシャンで、アチャコ一座というバンドを結成して活動している。また、大阪市中央区高来橋に、 1952年から、あちゃこの妻が経営していた店は現在は、あちゃまごが、たこ焼き屋、あちゃ子として経営中。菅原や千代丸、横山円達、浮世亭夢丸、千歳や今とコンビを組む。ありがとうございます。